NOT32 アンチュウイルスとは、スロバキアの E セット社が開発したアンチュウイルスソフト。日本での販売、サポートはキャノン IT ソリューションズが担当。ソフト名称の頭につく NOT は、スロバキア語で、ネメックニカなオークロジーディスクという意味の言葉の頭文字を取ったものである。また、32は32ビットを意味する。日本で大きなシェアを占めるシマンテック社や、 トレンドマイクロ社のアンチウイルスソフトと比較して、プログラムサイズや定義ファイルが、軽量コンパクトで動作が早いなどの特徴を持つ。キャノンマーケティングジャパン株式会社など、多数の会社のほか、東京大学情報基盤センター、鹿児島大学、日本大学生産工学部、国立天文内、病院、教育施設、研究機関、館長、地方自治体などで幅広く導入されている。 なお、日本大学生産工学部では2002年、1年をかけて、キャノン IT ソリューソンズと実証実験を行い、ヒューリスティックス機能の有効性により2005年から採用された。2005年に発生した価格 .com のウェブサイトが一部、改ざんされコンピュータウイルスを2種類仕掛けられた事件では、1種類を基地ウイルスとして、パターンマッチングで、もう1種類を未知ウイルスとして、 ヒューリスティック機能でノット三3 2だけが両方のウイルスを検知して遮断したことでその名が知られるようになった。知名度やシェアではシマンテック社やトレンドマイクロ社などの大手メーカーには及ばないものの av-test.org やデニステクノロジーラブスなどの第三者機関による検出テストではカスペルスキーなどに次いでの評価を受けているほか、 日経コンピュータ顧客満足度調査のセキュリティ製品部門で3年連続1位を獲得している。Windows Server 2008R2 等のサーバー OS や Windows XPX64 発売からほどなくして 64bit 版 Windows にも対応。またユーザーインターフェースがやや独特で設定も詳細に指定可能である。2007年11月より パーソナルファイアウォールや迷惑メール対策などの機能を追加した上位製品 EZ スマートセキュリティが発売された。2013年2月にラインアップ体系を刷新し EZ スマートセキュリティと EZ モバイルセキュリティが統合され総合セキュリティソフトとなり名称も個人向けの EZ パーソナルセキュリティ5クライアントまでインストール可能な家庭向けの イーセットファミリーセキュリティ、法人向けのイーセットオフィスセキュリティに変更となったが、ノット32アンチウイルスも引き続き併売となった。なお、イーセットスマートセキュリティから、後継のパーソナルファミリーオフィスセキュリティにライセンスを引き継ぐことはできるが、ノット32からのアップデートパスは用意されていない。2019年2月にラインアップが変更となり、 e-set パーソナルセキュリティと e-set ファミリーセキュリティは e-set イ,インターネットセキュリティに名称が変更された個人向け製品の製品ラインアップ変更についてキャノン IT ソリューションズ e-set とノットのド32の導入事例セキュリティ現状把握導入事例日本大学生産工学部インターネットウォッチ価格 .com 改ざん事件 のっト32だけがウイルスを検知したのはなぜか。商業サイト改ざん事件から何を学ぶか。セキュリティソフトのウイルス検出率の比較2016年版ザ比較。日経コンピュータ顧客満足度調査2015から2016。セキュリティ製品部門で3年連続1位を獲得。製品名称変更後の次年度更新製品について。ありがとうございます。